皆さんこんにちは。先ほどですね、こちら DJI ポケット2がね、ファームウェアのアップデートがありまして、機能がね、いくつか追加されたので、それの紹介と、あとファームウェアのアップデートの仕方についてね、解説していきます。で、まずね、アップデートの内容なんですが、これ前からね、待望の HDR 動画ですね、ダイナミックレンジの広い HDR 動画が、追加されました。あとですね、そのストーリーモードっていうやつにそのタッチスクリーンがね、追加されたとのことなんで、これは本体の、話なのか、それとも、DJI ミモの、ね、アプリの話なのかちょっとわかりませんけど、まあ、追加されたってやつですね。そして、3つ目なんですが、プロモードにおいて、この Do It All Handle、このハンドルですね。このハンドルのこの 3.5 ミリの、ジャックにマイク入力、イヤホン出力を追加したと。なので、今度からこうね、ワイヤレスマイクでこう喋ってる時にここにイヤホンとかを挿して、実際どんな音が取れてるかってことをね、モニタリングできるようになったとのことです。これもちょっと後からね、試してみましょう。で、次にちょっとアプリの話なんですが、トリムダウンロードってものが、ね、追加されました。まあ、おそらくその自分の必要な ところだけこう、指でなぞって、それをこのスマートフォンにね、転送するっていう機能かと思います。で、次本体なんですが、このコントロールスティックですね、ちっちゃいやつ。これの、ジンバルをロックする機能が追加されて、ミニボタンの、ホールドで今までこうジンバルのロックができたんですが、それのオンとオフをね、選べるようになったとのことなんで、この左の方にも実はこれ押し込みがあるんですよね。この十字に動くジョイスティックにも押し込む機能があって、おそらくこれでも、ジンバルがロックできるようになるよっていう、ことだと思います。で、次ですね、電源投入時のカメラの向きを選択できるようになったとのことなので、DJI ポケット2はですね、この右と、この正面にそれぞれ電源ボタンがあって、この右の方を押し込むと、昔のこのね、DJI ポケット2の、ね、キャリブレーションした感じで起動するのと、本体正面のボタンを押し込めれば、まあ、素早く起動するってこう2種類選べたんですが、今度からですね、この右のボタンですね、これを押すと自撮りモードで起動して、このね、本体正面のボタンを押すとこの正面を向いて起動するっていう風に仕様が変わったそうです。まあ、なので今後はこのね、ちょっと正面ボタンを押して起動することが多くなりそうですね。で、次ですね、電源が、切れた時に、ジンバルの今これ固定した状態なんですが、これが長くなってケースの収納が楽になったということなんで、アップデート前とアップデート後でね、どのくらいこのね、本体がこう収納した時の時間が伸びるのかっていうのもちょっと見てみましょうか。で、最後ですね、ソフトウェアの最適化とワイヤレスマイクの干渉対策ってことで、ちょっとこのワイヤレスマイクのね、干渉対策がすごく気になりますね。うちのチャンネルでもね、たびたび取り上げてるこのね、ワイヤレスマイクなんですが、ちょっとプツプツの、ね、ノイズ音が入ったりとか、まあ、音がシャリシャリしたっていうね、問題とかも結構あったんですが、その辺がね、どうなってるのかも知りたいです。で、あとはその他、ちょっと小さいバグが修正しましたよってことで、まあ、意外とね、見どころがたくさんあるファームウェアのアップデートだと思います。じゃあ次にですね、ファームウェアのアップデートの仕方なんですが、まず DJI ミモというアプリを立ち上げて、で、皆さんお使いのね、スマートフォンの、コネクターですね、ライトニングか USB Type-C かですね、これを接続して、DJI ポケット2をスマホにガチャッとね、こんな風に接続します。そうするとですね、こんな風に新しいファームウェアが利用できますとなるので、これをピッとタップしてあげてください。で、ダウンロードがね、終わってない方はね、今これファームウェアのダウンロードが始まるので、それが全部終わったらこの下インストールっていうボタンが、青いボタンがあるんで、これをピッて押してください。で、あとはね、勝手にファームウェアのね、ダウンロードとインストールが始まるので、あとはね、終わるまで待ちましょう。はい、ファームウェアのアップデートが終わったら、この完了っていうのをタップして、ファームウェアの、ね、アップデートはこれで終了です。ファームウェアの更新が完了して、本体の電源を入れると、このね、ジョイスティックや Do It All Handle のファームウェアも同時にアップデートされるので、最初ね、電源入れたら画面がこう暗くなって、なんたら更新中で出るんで、そうなった場合はですね、少し待ってください。さあ、それじゃ機能なんですが、まず、HDR 動画ですね、動画機能の、さらにここに HDR って追加されてますね。動画の真下に、新しく追加されています。で、解像度に関してなんですが、 1080p だと 2.7K しか選べませんね。 4K はどうやら選択できないらしいです。で、どちらもですね、FPS は24から、はい、30までですね。で、HDR 動画なんですが、これはプロモードにすると、あ、
D シネライクは選べなくなってますね。ホワイトバランスとかこういったところは変えられますが、 HDR はねどうやらそのまま、取って出しの映像のようです。ではですね、まずは HDR ね、オフとオンの映像ね、それぞれ撮ってみましょう。まずは HDR オフの動画、カラーはノーマルにして、今ね、外を撮っています。ちょうど外のね、この横の窓枠があるかと思うんですが、画角はね、このくらいです。ちょうど画面の端っこの方にですね、この窓枠とかがあるような状態です。で、続きまして HDR 動画にしていきます。はい、これがね HDR 動画です。どうでしょうか。さっきに比べて画角が明らかに狭くなってますね。画面の端っこの方にあった窓枠は完全にね、見えなくなってしまっています。だいぶ画面がねこうクロップされてしまいますね。DJI ポケット2はですね、結構この画角っていうところはね広くなって良くなったんですが、 HDR にすると、前のねオズモポケットくらいの画角にねなってしまうみたいです。それではですね、ここに、メーカー公式のね広角レンズ、これもつけてみましょう。はい、HDR 動画でさらにね、メーカー公式の広角レンズもつけてみましたが、どうでしょうか。そうですね、さっきに比べてギリギリなんか窓枠らしきものが見えてるか見えてないか、ちょっと画角が広がった感じはありませんね。今この状態で、レンズを外してみます。はい、これが広角レンズなしの状態ですね。これ、そしてこれが広角レンズありの状態です。どうでしょうか。差は出てるでしょうか。で、HDR 動画なんですが、この小さい画面で見る限りは、まあ、そんなに、差が、あるかと言われると、ちょっと難しいですね。次にですね、部屋の中で、ライトとかそういったね、明るいものを照らした状態で HDR ね、撮ったらどうなるかやってみましょう。はい、部屋に戻ってきまして、今はね、ノーマルの状態、普通の状態で、このね、ビデオライトを正面にね、して撮影しています。どうでしょうか。これからですね、これ HDR に切り替えるんですが、どのくらい変わるのかね、そこも見ていきましょう。はい、 HDR 動画に今切り替えました。どうでしょうか。非常にね、正面には明るいビデオライトがね光ってるんですが、さっきのね通常の状態と比べて、画面はねどんな風に映っているでしょうか。そしてね、画角はね、さっき見せた通り非常に狭くなってますね。なので、せっかくねこの DJI ポケット2の強みであるねこの画角の広さっていうのが、まあ、少しね犠牲になってしまいます。解像度ですか。解像度も 2.7K までね落とされてしまいます。次はですね、もうちょっと違うライトもね当ててみましょう。次はね、僕がいつも使っているビデオライトをね正面にして、ね動画を撮っています。HDR ではなく通常の状態ですね。はい、どんな感じに映ってるでしょうか。おそらくね、僕の手とかは結構黒くね映っちゃってるかもしれません。後ろに強い光があるんでね、結構黒くなってるかと思います。では次に HDR に切り替えていきます。はい、HDR に切り替えましたが、どうでしょうか。後ろのライトはね、変わらず、僕の手もね、しっかり映ってるかと思います。あ、さっきに比べて若干僕の手の暗くなり方がね、良くなってますかね。この明るいところと暗いところがね、うまい具合に、まあ、調整されて、ちょうどいい塩梅にね、画面全体が映ってるのかもしれません。ちょっとまだ僕ね、確認しないでわからないんですが、これがね、HDR の 2.7K のね、動画になります。どうでしょうか。では次にストーリーについてね解説していきます。アップデートをするとですね、この動画の一番上にパノラマ、さらに上にストーリーっていうものがついてまして、この中にはですね、時計回り、半時計回り、ズームアウト、ズームイン、左右と上下っていう、まあ、様々な、ね、設定項目があるんですが、これ何かというと、まあ、例えばこれ右っていう風に設定すると、下に4秒っていうね、4S っていう数字が出てきます。この状態で録画ボタンを押すと、自動的に1,2,3,4って4秒間ね、こう動いジンバルが、さっきのね指定した方向に動いてくれます。今は右にしましたけど、例えばこれを時計回りに、設定すると、はい、こんな風にね、マクロっていうんでしょうかね、もう初めから入力されたねこの動きを再現してくれるっていう、まあ、そういったモードになります。で、動きは全部これ4秒間になるので、まあ、こういったものを組み合わせてちょっとスタイリッシュな、ね、動画を作ることもできそうですね。他にもズームアウトってやつもあるんですね。ズームアウトにすると、あ、4秒間かけてこうゆっくりズームアウトをしてくれるっていう、そういった、ものなんですね。ただしですね、これ、ちょっとね確認してみて分かったんですが、これ解像度が 1080p に、ね、固定されちゃうみたいです。ストーリーでこの動きはいいとしても、解像度や FPS はどうやら変えられないので、
そうですね、まあこういった動きが初めから全部ねあるので、それを組み合わせてなんかカンカ、まあ、作ってくださいっていう、そういったまあ機能なんだと思います。僕はこれあんま使わないでしょうね。はい、まあでもとりあえずこういったね機能が追加されたのは非常にね面白いかと思います。で次ですね、このねミニコントロールスティックのこのボタン、右のボタンを長押しすると、あ、今ジンバルがねロックされましたね。でこの間は、ジンバルは一切ね三軸どの方向にも動かずに正面をずっと捉えてくれます。でこれをやめたかったら、もう一度ねこの右ボタン一回カチッて押すと、解除されて、はい、またジンバルがね動いてくれます。前はですねこれ長押し中だけこのジンバルがロックだされたんですが、今回は違いますね。一回ロックモードに入ればずっとロックが継続される形になります。うん、これは前よりかもね使いやすくなったかもしれないですね。左のボタンなんですが、あれ前はねこの左のボタン2回押しとか3回押しするとこのズームとかのこのジョイスティックの、設定変えれたんですが、これ今回からもうなくなってますね。はい、あれどうだったかな、こっちだったかなちょっとごめんなさい、記憶は定かじゃないんですが、左はどうやら完全にね押し込んでも特に反応はねしなくなりました。では次ですが、この右のね電源ボタンを長押しにするとどうやらセルフィーモードで起動するらしいですが、どうでしょうか。あ、自撮りモードで今ね起動しましたね。あー、なるほど。で一回電源を落として、で次はこっちの本体の正面のボタンを押して起動すると、あ、正面を向いて、起動っていう感じですね。今回これだいぶ変わりましたね。自撮りをしたかったら素早くこのミニボタンでね起動して、まあ、すぐセルフィーに移れるっていうのは確かに便利なんですが、まあ、ちょっと今まで癖でねずっとこっちのボタンで電源を押してたんで、今度から正面撮りたいときはこっちのね、本体の正面のボタンを押さなきゃならないので、まあ、少しこれはね慣れが必要かと思います。続きまして、本体の電源を切ったときにケースに入れやすいようにこのジンバルが固定される時間が長くなったとのことなので、まずはですねこのアップデート前のね映像を見てください。では次にですね、アップデート後の電源を切った後の、これが、はい、時間になります。どうでしょうか。今ね画面の右の方にタイマーつけてますけどもね、どのくらい差が出てるでしょうか。あ、確かにこれ長くなってますね。前だったらそろそろこの辺でね、ジンバルがガクってなってたんですが、まだねずっとキープしています。あ、今カタッとね、なりましたので、前に比べて倍くらいかそのくらいね長くなったんではないでしょうか。確かにねこれぐらい時間があればね、もうオプションとか全部取り外してケースに入れるだけの時間は、十分かと思います。そして最後、ワイヤレスマイクの干渉対策ということで、もしかしたらこのワイヤレスマイクのねこの音質とかそういった面がね、向上してるかもしれません。まずはですねワイヤレスマイクのアップデート前の音声を聞いてください。どうぞ。マイクのテスト中、現在ファームウェアアップデート前のワイヤレスマイクの音声です。どうでしょうか。マイクのテスト中、チェック、あ、マイクのテスト中。続きまして、ファームウェアアップデート後のね、ワイヤレスマイクの、音質です。マイクのテスト中。現在、ファームウェアアップデート後のワイヤレスマイクの音です。どうでしょうか。マイクのテスト中。チェック。あ、テス。どうでしょうか。マイクのテスト中。はい、ということでこれがねワイヤレスマイクの、ね、アップデート後の音になるんですが、どうでしょうか。僕はですねまだちょっとこの音声ね聞いてないんですが、前に比べてねこのプツプツの音とかねなくなったりとか、あとシャリシャリしたね、音とかがなくなればいいんですが、はい、皆さんのね、耳にはどんな風にね聞こえたでしょうか。この辺もねぜひ良くなっててほしいですね。はい、ということで今回はね DJI ポケット2のファームウェアのアップデートの方法と、あとはファームウェアのアップデートの内容ですね、それについて解説してみましたがどうでしょうか。この動画をね、撮った後にワイヤレスマイクの音を聞いてみたんですが、正直そんなに差はねあるかとは思えませんでした。まあ一応ファームウェアのねアップデート内容を見ると、このノイズの干渉みたいなことを書いてたんで、おそらくはこのプツプツ音とかね、そういったところが軽減されたかと思います。で、あと HDR 動画なんですが、ごめんなさい。本当はですね、これよく晴れた日の冬とかに、こうね、コントラストが激しいね、場所とかを撮ると、よりはっきりとね、HDR の効果が分かったかと思うんですが、現状ではちょっとね、これ分からなかった。
たですね。うん。まあ、今回ね、外も曇りだし、あとね、室内のライトなんで、ちょっとわかりづらかったですよね。これに関してはね、また後日ね、ちょっと天気が回復したらですね、DJI ポケット2を外に持ち出して、HDR オンとオフで、まあ、どのくらいね、このピーカンデリの冬のね、景色で差が出るのかってところも、やっていきたいかなと思います。あと、ストーリーモードについてなんですが、まあ、こういった機能あると面白いよねってくらいのね、感じなんで、まあまあ、使う方とかはね、いいんじゃないでしょうか。うん。あと電源ね、オフにした後にこのジンバルがこう踏ん張ってる時間もすごく長くなったってところも、地味ながらね、すごくいい改良かなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様の何かを参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こんな感じで DJI ポケット2のね、情報ありましたらどんどん出していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。